ホセデイトゥリガライホセデイトゥリガライアロステーギは、スペインの軍人、政治家。第56代ヌエバエスパーニャ副王だったが、クーデターによって解任させられた。イトゥリガライは、カディスで生まれた。1759年、17歳で軍隊に入った。1762年にイギリス及び、ポルトガルとの戦争に参加し、特に、アルメーダ法以前に加わった。 1765年にはサンティアゴ騎士団に助任された。1782年にはジブラルタル包囲戦にも参加した。フランス革命が起きると、1793年にフランスとの戦闘に参加した。1801年にはアンダルシア軍の指揮官としてポルトガルとの戦争に参加した。カルロス4世の最小マヌエルデ・ゴドイと友人であったことから、その後は、 政治家の道を歩んだ。1802年に、ヌエバエスパーニャー副王に任命され、1803年1月4日に正式に就任した。統治初期において、イトゥリガライの人気は高かった。彼は、ベラクルスへの新しい街道を建設し、セラヤに橋を架け、闘牛を開催して、収入を得た。彼が、副王の時代に人がもたらされた。1804年に、 フランシスコ・ハビエル・デ・バルミスによってアメリカ大陸に首都を広めるための遠征が行われた。アレクサンダー・フォン・フンボルトがメキシコを訪問したのもこの時代である。しかしすぐにイトゥリンガライは立場を利用して私腹を肥やそうとしていると批判された。1804年にスペインとイギリスの戦争が始まると軍事費を捻出するために聖職者の資産の差し押さえを含む リアルシドーラでコンソリデーションでロース・ベールズを発したが、この制度は、聖職者やスペイン出身の富裕層に大きな負担を強いるもので、極めて評判が悪かった。この制度は1808年3月に中止になった。1808年に、スペイン本国にナポレオン・ボナパルトが侵入して、半島戦争が起き、スペインをカルロス4世、フェルナンド7世が退任させられ、 ゴドイも失脚した。8月、イトゥリガライが自由主義的なセビリアのフンタの権威を承認しなかったために、主にクリオーリュから構成されるメキシコのカビルドとの対立が起きた。セビリアのフンタから派遣された代表者は、クリオーリュの人気を集め、副王の権威は弱まった。これに対して、王党派のスペイン出身者たちは副王を排除するために武器弾薬を集め、また、 クリオーリョとイトリガライが組んでメキシコをスペインから独立させようとしているという噂を流した。1808年9月15日シニアにスペイン出身者たちの首領であるガブリエルデ・イエルモに率いられた数百人が福王の宮殿に侵入して福王を連れ去り家族は監禁された。アウディエンシアの長祖官や大司教はペドロデガリバイを公認の福王に立てた。イトリガライは スペインに帰国させられ、カディスで汚職、配信の権利で週刊審査されたが、1810年に配信については恩赦が与えられた。審査が結束する前の1815年にマドリードで没した。ありがとうございます。